あ、完全に行き過ぎてる。ちょっとここも見ていきましょうか。え、対馬神社なんだ。対馬さんなんだ。へえ。こっちが川上か。この川下ったら対馬の方だっけ。あれちょっと違うよな。ふん。なんかゆかりがあるのかな。まあせっかく来たんだからちょっとお参りしていきましょう。よいしょ。はい、ということでね、対馬神社さんお参りをしてきたんですけどね、実はこの後ね、中の様子をいろいろとね、撮影をしておったんですけど、またね、ちょっとここでもね、データが全部飛んでしまって、ちょうどね、境内出るところまで、出た直後のところからはね、データがね、ポッて入ってるんですけどね、なんかね、それまでのところからね、スポーンとデータがね、飛んじゃってるんですよ。ってことでね、ちょっと、仕方がないので、ちょっとアフレコで。で、残ってた画像もほとんどなくて、要は、ちょっとキャプチャーで、撮ってあったやつが、のデータが、一応3枚ぐらい残ってたんで、それでね、ちょっと解説をしていこうと思います。まずね、その、祠の方にね、書いてあったのが、これ、ね、参拝の作法、なんか岐阜の神社は全部これ貼ってあるのかな。ね、わかりやすくていいですよね。先に出た人、勝早神社さんでしたっけ、のところでもね、出てましたよっていうやつなんですけど、一緒のやつが、飾ってありましたね。ね、2杯で、ね、払いたまえ、清めたまえ、守りたまえ、そう、先祝いたまえね、払いたまえ、清めたまえ、守りたまえ、先祝いたまえ、というね、に、2杯、200種1杯とね、正式なルールがね、書いてある。これね、ほんと便利ですよね。ありがたい。ね、こういうのがあると、やりやすいですよね。っていうのがありましてね、この神社自体も相当古いみたいでね、これは昭和8年ってなってますけど、まあ、なんか治水工事とかやっぱ、やった時とかに移動したりとか、いろいろあったりしたみたいです。もともとは淡路の真ん中とかにあったようなところらしいんですけど、まあ、もう何百年も歴史があるようなところらしいですよ。ということでね、歴史を感じさせるものがね、もう一つありましてね、これ、なんか消防団の、方のね、によって建てられた、石碑があるんですけどね、その奥、灯籠みたいなのが見えますけど、その奥にね、実はね、現役のね、井戸があったんですよ。要は、ここ、お水の手組が井戸水になっとって、本当昔ながらの井戸のクイ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 するやつでね、実際私もちょっとクイクイさせてもらってて表してもらったんですけどね、これすごい昭和のやつやなと思ってね、撮ってたんですけどね、全部ねなぜかデータがね飛んじゃってましたんでね、まあ残念、ということでね、まあ一応こういうのがあったということで、まだねちょっと改めてね撮影に、行こうかなと思っておりますということです。であとすいません、なんかこの画面でねすでに映ってますけど、ちょっとね、薄葉かげろう、あれじゃない、かげろうがね、画面にね、くっついちゃってましてね、しばらくずっとね、ちょっとこのかげろうさんがね、画面を、遮っております。ちょっと、ですので、この後の画像もね、非常にちょっと、見づらい画像になってますけどね、このかげろうさんもね、なんか面白いもんでね、発信時、発信時じゃない、オッシン寺ね、オッシン寺、ついて、さあ、撮影するぞってところになったら、ね、スルスルスルってね、移動してね、いなくなっちゃったんですけどね、なんだったんだろうなっていうね、かげろうさんに、よって、ちょっと遮られた画像になっておりますけど、そのあたり、ちょっとご容赦いただいて、この後の画像を見ていただければと思います。いやー、すごいのが見れましたね。いやいや、こういうのやってみると面白いもんですね。現役の井戸あるんですね。いやだいぶジェネレーションギャップが出ましたよね、今。ね、さっき言ったところはね、コロナ対策で、お水が全部アルコールのプシュに変わっとって、で、参拝のこれがなかった、今のところもなかったですけど、足で踏んでね、鐘鳴らすって、ピンピンって鳴らすっていうね、ところから、これあれ多分昭和時代からそのまま使ってるだろうって感じの、井戸から、井戸水まで。いや、すごいな。行き過ぎとったんだな。ここら辺残ったらいいみたいね。あれは完全にウィルコムですね。そう、ウィルコムのピッチなんてなんかこんなのね。まあ、これはよく見かけたら行ってますから。あれですけど。
まだもうでもね PHS の痕跡もどんどんなくなっていくでしょうから、まあどっちかというとワイマックス、それをね公衆 Wi-Fi の技術に転用しようみたいなね話がありましたけど、まあ、完全に個人の敷地だからさすがに中に入るのやめとこう、うん、大有不動産こっちでいいのかな。でもこれ一つだけあれですね、間違いなくこれ保津駅から歩いたらとんでもないことになってたな。よいしょ、なんか地図だともうこんな辺りみたいなんですけどね、ルートから外れとるって言われたんですよ。わかんねえよこれ。これはちょっと難易度高すぎるでしょ。これこれなんか日本の2大弘法大師を祀ってるっていう風な話なんですけど、まあまあ奥まったとこにありますね。これか、ほう、書いてある新高野山、あ、確かに国指定重要文化財って書いてあるね。これかな、高野山のあれってなってますけどね。あ、でも確かに三高坊大使ってなってますもんね。ここっぽいな、梅寺、あ、そう、なんか別名梅寺って書いてあったもんな。岐阜市会津内外近大正4年、いや大正時代だね。